もうちょっとねお姉さんっぽい感じでこれからやっていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いいたしますわお姉さんへの偏見すごいかもしれないと、大人っぽいまつりちゃんも可愛い、本気で恋人にしたいくらいです。ありがとうずっと妹のように思ってたけど、いつの間にか大人になっちまったんだな、まつりちゃん。というわけで僕のお姉ちゃんになってください。めちゃくちゃ可愛い、新章おめでとう、ありがとう。そうだよ、今日からお姉さんやれ、 お姉ちゃんって呼んでもいいよ、まつりお姉ちゃんだよでもまつり本当に弟いるからな、お姉ちゃんやからな、ちゃんと。もしよかったらお姉さんボイスでまつりす推し変ダメよって言ってくれませんか。うん、こーら、まつりす推し噛んじゃったよ。やっぱお姉さん無理なのかな。こーら、まつりす推し変しちゃダメよ。ほら、どや、ちょ、できたわもうお姉さんだわ。あ、じゃあお姉さんボイスでお疲れするか。みんなお疲れ様、また次回の配信も絶対見に来るのよ。どうやどうや。